昔々といってもそんな昔ではありません。誰もが明るい未来を信じられた時代、そんな時代からこの不思議な物語は始まるのです。ただいま。おかえりなさい。ただいま。おかえりなさい。アスカ君、ガム君、来てたのか。こんばんは。お邪魔してます。どうした？やけに嬉しそうだな。よう知らんが始まるらしい。始まる？何が？もうすぐわかるって。さあどうぞ。いただきます。いただきます。7時だ。お母さん。はい。M78 星雲の宇宙人からその命を託された早田隊員、ベータカプセルで宇宙人に変身した。マッハ5のスピードで空を飛び、強力なエネルギーであらゆる敵を粉砕する不死身の男となった。すっげえ。それゆけ、我らのヒーロー。ウルトラマンが初めてテレビに登場したとき、僕らは驚き、とてもたくさんのものをもらった。よし！最後まで諦めなければ、きっとウルトラマンが来てくれる。あっという間に月日が流れ、そしてある日僕らは出会ったのだ。あの不思議な少女に。
一緒に遊ぶ？それっきり少女と会うことはなく、僕らは自然とウルトラマンへの憧れやときめきを忘れ去り、すっかり大人になっていた。ならなくて。おうおう、ああ、それじゃあ。おう、頑張れよ。お父さん、今誰を応援してたの？いや、あの、お前の婚約者だよ。やっぱり。ん？っていうか、婚約なんかしていません。え、何？行ってきまーす。ちょっと。室田マスター、おはようございます。アローハー。お母さん、おはようございます。おはよう。負けるなよ。これから始まるのは皆さんの大好きなウルトラマンのいない世界での物語です。だから主人公の彼もまだヒーローではありません。しばらくの間、あなたの目はあなたの体を離れて、この不思議な世界へと入っていくのです。おはようございます。どうしたんだろう。ビールだよね。横浜かな。ちょっと嫌な感じだね。ねえ、なんかすごいな。なんだろう。あの、なんだろう。みんな、何見てんですか。ちょっとアスカ、あれ見てよ。マジかよ。ガム。何なのあれ。蜃気楼。横浜沖に蜃気楼が現れました。その不気味な光景はまるで世界の終わりを連想させます。
地球人類よ、ウルトラマンメビウスは我々が倒した。これから始まるさらなる恐怖に絶望し滅び去るがいい。待て、どこへ行く？決まってます。メビウスを助けに行くんです。もし我々が敗北すればシールドが解け、ハヤタさんが蘇ってしまう。その結果、数多き尊い命が失われてしまうだろう。戦いましょう。メビウスが倒れた今、邪悪な宇宙人たちの陰謀を打ち砕けるのは我々ウルトラ兄弟だけです。ゴーさんに北斗さん、チュした上に眠りとはいい度胸してんな。しません。翌日、不気味な蜃気楼は消え、瞬く間に数日が過ぎ去り、僕はまたいつもの何気ない日常の中にいた。ここ三軒園はヒート貿易で財を成した横浜の実業家原三景の元邸宅です。横浜開港資料館にあるこの玉くすの木はペリー来航から150年間ずっと横浜の歩みを見つめてきました。ここ横浜中華街は世界最大級のチャイナタウンで、600店にも及ぶ店には年間2000万人もの人が訪れています。あそこに見える3つの塔はジャック、キング、クイーンと呼ばれ、昔外国船の道しるべとなっていたものです。道しるべ？ Yes、 マーキングタワー。ああ、道しるべ。ありがとうございます。一人一人一人。レノ、お疲れ様。ありがとう。今日はラジオの仕事？うん、例の蜃気楼リポートにね。今日は見えないけど、どうしてあんなに不気味な景色が、まるでこの横浜が砂漠に埋もれちゃったみたい。大吾ん？ぼーっとして疲れてるみたい。実はあの蜃気楼見てから少しおかしいんだ。なんか変な夢見たりしてさ。どんな夢？早田さんがウルトラマンに？うん。お待たせしました。待ってました。お待ち遠さま。大盛りはこっちだね。おい、いただきます。どうした大吾？あ、いや別に。まさか諸星さんがセブンに変身した。ててーん、ててーん、ジョワーてか。それからゴーさんがウルトラマンジャックに、北斗さんがウルトラマンエースに。ダイゴ大丈夫？お前この間も怪獣とウルトラマン見たとか言ってたしな。確かに見えたんだよ。昔テレビでは一度も見たことのないウルトラマンの姿が。でもなぜか僕はそのウルトラマンのことをとってもよく知ってる気がしたんだ。
あなたですか。僕を応援してくれたのは。SF 作家の万丈目純さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。早速ですが、先生は著書の中で世界の破滅を予言されていますが。ええ、近年世界各地で深刻な異常気象が発生しています。環境破壊などにより自然界の秩序が乱れ、その結果アンバランスゾーンが生まれたんです。ダイゴのせいで俺まで変な夢見ちゃったぜ。え？俺がウルトラマンに変身するんだ。確か名前はダイナだったかな。アスカも見たの。じゃあガムも？うん、僕はガイアっていうウルトラマンになるんだ。マジ？すげえ偶然。偶然なのかな。は？前にガムが言ってたじゃないか、自分と同じ人間のいる世界が無数にあって全く違う人生を送ってるかもしんないって。ああ、多次元宇宙論ね。なんだっけそれ。パラレルワールド。僕が大学で専攻していた量子物理学で扱っていた理論。それが本当なら、ハヤタさんたちは別の世界ではウルトラマンかもしれないだろ。アスカやガムも。ないない。ダイゴ、お前最近本当変だぞ。俺たちがヒーローなわけないじゃん。確かにそうだよな。宇宙船の船長になれますように。夢は所詮夢だし、宇宙船の船長になりたいなんて思ったのは遠い昔のことだもんな。プロ野球選手になれますように。僕は科学者になって宇宙船作る。ダイゴと一緒に行くよ。3人も一緒に来ないか。え、今日は店は早じまいだ。そろそろみんな来る頃かな。あ、今日はあの日ですか。あの日ね。やあ、大悟君たちも来てたのか。だったら一緒に行かない。うん、今ねちょうどその話してたとこなのよ。うん、あ、そう。おお、揃ってるな。お久しぶり、アロハ。うっす。あれ、僕ら一番最後みたいね。よし、行こうか。うん、うん。大悟君、最近レナとはどうだね。ええ、まあ、普通に。そろそろ真剣に考えてもいい時期じゃないかな。考えるって？決まってるだろう。結婚だよ。うん、おい、大丈夫？何こけてんだよ。動揺しすぎだって。Thank you.
らって。ありがとう。ありがとう。はい。あの夢本当かもしれない。やっぱりそんなわけないか。ここが横浜の代表的観光スポット浜の赤レンガです。赤レンガ？イエス、横浜赤レンガ倉庫。あれ？どこ行ったんだ？背びれだ。
君は日々の未来です。あなたのおかげで助かりました。すごい勇気ですね。どうしてあんな行動が取れたのか。ありがとうございます。とても不思議な出来事だけど、さっき僕はこことは別の世界に紛れ込んだのかもしれない。実際に怪獣がいて、君がウルトラマンとして活躍する世界に。それじゃあここは僕がいた世界とは違う世界。そう、ややこしいけど、今度は君が僕の住む世界に紛れ込んだ。怪獣もウルトラマンも空想の存在で、物語の中にしかいない世界に。そんな。何か思い出した？謎の反応を探知して僕は横浜をパトロールしていたんです。その時、赤い靴の少女。はい、その不思議な少女が僕に言いました。ある世界が侵略者に狙われている。え？急いで。その世界にウルトラマンはいない。七人の勇者を目覚めさせ、共に侵略者を倒して。七人の勇者。一緒に来てくれ。七人の勇者のうちの四人を僕は知ってるかもしれない。え？ねえ、またあの蜃気楼が出たそうよ。なんだか怖いわね。心配ない。もしもの時はきっと来てくれる。来てくれるって誰が？正義のヒーローさ。こんにちは。おう、大悟君、そちらお友達？実は彼。早川兄さん。誰なんだ君は？僕です、未来です。あなたはウルトラマンとして地球を守ってきました。忘れたんですか？いや、一体何の話なんだ。お忙しいですよね。とりあえず次行こうか。失礼します。ウルトラマンは神じゃないとあなたから学びました。セブン兄さん。兄さん？俺には弟はいないが。何言ってるんですか。僕の顔をよく見てください。ここの部品はもっと改良できると思う。ここか、うん、はい、お待ちどうさま。メグもだんだんパパに似てきたわね。だって一緒に流星1号を完成させるんだもん。いいね、今度こそ慎重に。
いきなり言われても。ジャック兄さん、あ、わかりませんか。だったら新マン兄さん、ガリマン兄さん、何、鉄兄さん、それに優子さんも。パパママ、この人知り合い。知らん。私もその夢に輝くウルトラリングを合わせてください。ウルトラタッチです。すいません、失礼します。エスリーさん、ゆうこさん、僕です、未来です。あの4人は勇敢なウルトラ兄弟です。でもこの世界では違うみたいです。まだ諦めることないよ。だってあの4人はこの世界でもヒーローだから。いくつになっても夢を忘れないっていうか、かっこよくて小さい頃と同じように憧れられる特別な人たち。だからきっと思い出すと思うんだ、自分たちが別の世界ではウルトラマンだってことを。はい、もう少し頑張ってみよう。 GIG。 何それ。あ、僕らの合言葉で分かりましたって意味です。へえ。僕の住む世界に本物の怪獣はいないはずなのに。きっと何者かが呼び寄せたんです。大悟さん、行くんだね、戦いに。と巨人が現れました。その姿は過去にテレビ放送されたウルトラマンと怪獣に酷似しております。一体何が起こってるんだ。
った。アコ、母さんは？元町に買い物行ったはず。さっきから連絡してるんだけど繋がらなくて。分かった。父さんが迎えに行ってくる。ウルトラマンメビウスはこのヒッポリト星人が倒した。もうこの世界に我らの邪魔者はいない。人類は滅亡の時を待つ。襲撃により横浜は甚大な被害を受けました。現地からのリポートです。こちら館内です。怪獣の光線が直撃し建物が倒壊しました。そして多くの怪我人が出ています。レナ、アキさんの具合は？まだ意識が戻ってないの。中でゴーさんとメグちゃんが付き添ってる。救急隊の人が言ってました。お母さんがここに運び込まれた時、自分がかばったおじいちゃんは無事でしたかって、上事のように。アキは最後まで守ろうとした。自分よりか弱い命を。そんなアキを俺は守れなかった。王さんの責任じゃ。守れなかったんだ。
教えてくれ、メビウス。僕はどうしたらいい？七人の勇者を目覚めさせるには、一体どうしたらいいんだ？君は誰だ？やっぱり忘れてしまったのね。え？だから私はもうじきこの世界から消えてしまう。もし子供たちの心からウルトラマンが消えて、みんなが夢を失ってしまったら、私も消えて、すべての宇宙は奴らのものになってしまう。やつらって一体？思い出して。それしか世界を救う方法はないわ。何を思い出せばいい？君は誰なんだ？待って！またあの夢の話かよ。ただの夢じゃなかったんだ。別の世界だ。本当にアスカはウルトラマンかもしれない。いや、きっと間違いない。だから。悪いけど、そんな冗談付き合ってる場合じゃねえんだ。ガムなら理解できるだろう。本当にパラレルワールドは存在して、ガムはその世界でウルトラマンで。ごめん。僕も信じることはできない。ウルトラマン？私の父が？正確には別の世界だよ。ハヤタさんだけじゃない。諸星さんやゴーさんや北斗さんも、アスカやガムも。赤い靴の少女が僕に言ったんだ、思い出せって。だからみんな、本当は自分がウルトラマンなんて思い出せば、もしかしたら。何なの？なんで今頃になってそんな夢みたいな話？あの時は自分から夢に背を向けたくせに。大吾、子供の頃から宇宙パイロットになるって努力してきた。私そんな大吾ずっと応援してた。でももう少しで夢が叶いそうだったのに。決めたよ、この町に残る。ずっとレナといる。あなたは勇気がなかっただけ。夢に踏み出せなかった自分の弱さを何かのせいにしたかっただけよ。確かにそうかもしれない。今まで僕はずっと逃げてきた。夢からも現実からも。でも信じてほしい。今度はもう逃げない。この世界を救うには僕が頑張るしかないんだ。僕しか伝えられないから、人としてできること、それを最後までやるしかないんだ。
ラム、こんなところにいたの？この船、宇宙船に改造したら美しいだろうな。え？反重力システムを搭載すれば不可能じゃない。こないだテレビで藤宮君が言ってたね。この研究成果は今この場にはいない一人の天才が起こした奇跡です。あれ、ガムのことでしょ？僕は逃げたのさ。天才という肩書きが重くて。でもやっぱり夢は捨てきれなかった。いつかこの船を大空に飛ばしてみたい。だからこそラジオが役に立ってくれる。やってくれるか？わかりました。でも私に3分だけ時間をください。3分？お願いします。が出てるのよ。リョウ、俺ここに残るぜ。え？知ってるだろ、俺甲子園で決勝のマウンドにいたんだぜ。でも結果は満塁から押し出し、完全なる自滅ね。あの時俺は一人で勝負してチームは負けた。俺のせいで奴らの野球は終わった。だから俺も野球をやめた。でも結局忘れられなくて、こうやってボールボーイやって。飛鳥真さんですよね。甲子園での活躍、子供の頃応援してました。未練たらしいだろ。だから未練ついでにここで死ぬわけ？かもな。ラジオつけてくれ。母さん音楽好きだから。うん。皆さん、災害情報の時間ですが、少しだけ私の言葉を聞いてください。怪獣が現れ、多くの人が傷つきました。たくさんの怒りや悲しみがこの街にあふれています。未来に絶望し立ち止まっている人もいるでしょう。届かぬ夢に思いを馳せている人もいるでしょう。でも希望は捨てないでください。あなたには守るべき人がいるはずです。守るべき未来があるはずです。声に出して伝えてください。一番大切な人に自分の正直な思いを、夢を。
その時見つかるかもしれません。忘れていた大切な何かが、そして本当の自分が。ありがとう、レナ。レベルは？レベル300。ファイナルは？血圧80、ショック状態。わかりますか？わかりますか？こちらもお願いします。全然手が足りない。伊藤先生、私と娘も手伝わせてください。北斗さん、確か看護師の資格を。はい、私も研修生です。使ってください。お願いします、助かります。行ってくるぜ。どこへ？ダイゴに言われたんだ、俺がウルトラマンかもしれないって。だからその答えを見つけてくる。アスカ、必ず帰ってきてね。ああ、本当の戦いはこっからだぜ。アッコ、行ってくる。答えを探しに。わかった。でも死んだらダメだよ。わかってる。僕は死なない。この世界は滅んだりしない。諦めなければ、きっとウルトラマンが来てくれる。ダイゴ、君がまだ子供の頃、教えてくれた言葉だ。僕が？そうだ。俺たちが夢を忘れずにいられたのは、ウルトラマンを信じる君たちの眼差しが心に残っていたからだ。ウルトラマンを信じる眼差し。そうだ、君たちはウルトラマンを信じていた。
でもウルトラの星が輝いていますように。もし本当にこの世界がピンチになったら、あなたがウルトラマンになって助けに来てくれる？うん、きっと助けに来る。やっと思い出してくれたのね、あの日の約束を。そうか、今はっきり分かった。七人の戦士、最後の一人、それは僕だったんだ。この世界を僕が守る。あのウルトラマンはダイゴだ。ああ。ダイゴは今自分にできることを精一杯やっている。僕たちもやるべきことをやるんだ。貴様もブロンズ像になる。待ってろ、ダイゴ。今行くぜ。
じゃ。アスカ。ギュッ。ガム。大丈夫か大吾、立てるか。二人とも来てくれると信じてた。あの三人が。ああ、この世界を守るために。中心だけだ。この偉大なるヒポリト星人に貴様らごときに敗北するはずがない。
いんだ。でもウルトラマンは負けない。ああ、みんなそれを知っている。頑張れ、ウルトラマン。負けるな、ウルトラマン。必ず勝て、俺たちが応援しているぞ。最後までウルトラマンの勝利を信じている。この声を俺たちは聞いたことがある。そう、私たちはこの声を聞き戦い続けてきたんだ。そうヨダン、アンヌ、私も思い出した。ダンが命を懸けて戦っていたこと。あなたはこの星を愛し、人間を愛した。あなたは本物のヒーローよ、アキコ。愛する人を守るために。王さん、この世界を守るために。我々も行こう。大吾たちと共に。
ありがとう、兄さんたち。消え去ることはない。
彼らは人たちが勝ったわ。ええ、また朝が来た。お母さん、峠を越えたそうです。そうか、よかったな。ゴー、絶対助かるって信じてましたよ。ありがとう、みんな。おかえり、アスカ。ただいま、リョウ。ガム、約束守ったね。ああ、かっこよかったよ、大吾。レナが僕のことを信じてくれたから。レナの声にみんな大切なものを思い出してくれた。だからウルトラマンは勝てたんだ。ありがとう。ユヒュさようなら、別の世界の兄弟たち。未来、ありがとう。また会いましょう。 GIG。僕らは忘れていた大切なものを思い出し、一歩前へ踏み出した。
さえダメ。あなた、名前は？一緒に遊ぶ？信じる力が奇跡を起こし、この世界は救われた。そして、僕らは知ったのだ。一番星、見つけた。この空の向こうに本当にウルトラの星があること。ただ一言言っておく。また無茶をして宇宙で迷子になるんじゃねえぞ。いいな。ラジャ。ラジャ。パパ、ママ、人がいっぱいだね。そうね。みんな僕らを見送りに来てくれたんだよ。大悟君。よくここまで頑張ったね。ありがとうございます、沢井国連事務総長。できれば私も一緒に行きたかった。代わりにしっかり見てきてくれ、人間の未来を。はい。いよいよ出発の時間です。初めて人類が M78 星雲、通称ウルトラの星へ旅立とうとしています。反重力システム始動準備完了。さあ、キャプテン。よし、出航。
行こう。ウルトラの星へ。Let's go.